シティタワー高輪は東京都港区高輪一丁目に位置する住友不動産が分譲した超高層マンションである。桜田通りに面した敷地に2004年に竣工した地下2階35階建てのツインタワーマンションである。設計を安井建築設計事務所、コンセプト、外観デザインを木下博明、インテリアデザインをエリック・グレスラが監修。 思考は清水建設が担った。外観は伝統的な三層構成を踏襲。深みのある緑色のタイルの点分けは、長部へ向けて軽快なトーンとすることで伸びやかなタワーデザインを実現した。また総合設計制度を活用することで高葉石を獲得し、それにより求められた歩道上空間や広場は、都心では貴重な緑地環境を地上に生み出した。 全面の桜田通りの傾斜の沿って、自然石天の2層のグランドアーケードを設け、高層建築物の足元と感じさせない街並みのスケール感を創出。また2層吹き抜けの大空間エントランスホールと、連続する水辺空間は、石垣用壁と緑の額縁で外界から切り取られた、居住者だけのくつろぎの空間となっている。専用部のプランは、長部4フロアを公開行。 フリープランの設定とし、一般会においても選択性の高いプランバリエーションを用意した。最高分譲価格は約200平方メートル約4億円だった。共用施設にはミニコンビニ、フィットネスジム、シアタールーム、茶室、スカイラウンジ、会期室、ゲストルーム等が完備され、コンシェルジュが24時間常駐する。ありがとうございます。